ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日ね、真っ白な子猫ちゃんを拾っちゃったのよ。それはいいが、霊夢はちゃんと責任持って子猫の世話ができるのか？もちろんそのつもりだわ。猫といえば、霊夢はシュレーディンガーの猫を知っているか？シュレーディンガーの猫って聞いたことはあるけど、どんな猫かまでは詳しく知らないわね。今回は、シュレーディンガーの猫について解説するぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。霊夢はシュレーディンガーの猫について聞いたことがあると言っていたよな。もちよ。でもまあ、どんな猫ちゃんか詳しく知らないけどね。シュレーディンガーさんの家の猫のことでしょ？図工。想像以上に全くわかっていないぜ。シュレーディンガーの猫というのは、量子力学における有名なパラドックスのことだ。どこかにいる珍しい猫の話か何かだと思っていたわ。シュレーディンガーの猫は、量子論のミクロな世界と通常のマクロの世界をつなぐと起こる逆説だな。逆説とはパラドックスであり、正しくないようで正しい説や正しく見えるが正しいと認識されない説だぜ。すでに、頭がごちゃごちゃしてきたわ。つまり、シュレーディンガーの猫とは量子力学の解釈に関する問題と考えられる。だから本当に実験に猫を連れてきたわけでなく、猫が登場する思考実験なんだ。思考実験っていうのは、実際にそういった実験を行ったわけではないのね。これは、物理学者エルヴィン・シュレーディンガーが頭の中でだけで行ったという実験だぜ。むむ、誤解を受けやすいネーミングよね。まさか難しい物理の理論に猫が登場するなんて思ってもみなかったわ。シュレーディンガーの猫について理解するためには量子力学の前提知識が不可欠となるな。ちなみにシュレーディンガーは、量子論の創始者の一人でありシュレディンガー方程式を提唱した人物だ。あら、珍しい猫の飼い主かと思い込んでいたけど、実際には有名な物理学者だったのね。シュレーディンガーは、量子論の確率解釈に疑問を投げかけるためにこの実験を行った。まず、シュレーディンガーの猫について語る前に量子力学とはどういうものかを見ていくぜ。量子力学って、聞いたことはあるけど何を意味するのかよくわからないのよね。物理学者たちは、とある問題に直面したんだ。光や電子が、実験により粒子としても波としてもどちらとも成立するということがわかった。実験って、どんな実験をすればそんなことがわかったのかしら。ここで登場するのが、有名な二重スリット実験だぜ。電子銃から一つずつ電子をスクリーンに向けて発射する。電子銃とスクリーンの間には、二重のスリットが入った壁置きスクリーンの模様を調べたものだ。発射された電子が、スクリーンに何らかの模様を残すってことね。霊夢はスクリーンにどんな模様ができるかわかるか？多分、電子が二重スリットを通るなら2本の線がスクリーンに浮かび上がってきそうよね。通常、そうなると思うよな。だが、電子は波の性質を持ちスリットをすり抜けた波は互いに干渉し波長の強弱が現れ干渉島となったぜ。どうして2本線じゃなくて、干渉島ができるのかしらね。電子を一つずつ発射してもスリットを2つ同時に抜けて干渉し合うような波の振る舞いを見せたんだ。これは発射するときは粒子であり、移動していると波、スクリーンに当たると粒子として振る舞うと考えられる。それって、本当に不思議な現象ね。一つずつ発射したとしても電子が波の状態になるなんて信じられないわ。量子力学において、このことを粒子と波動の二重性と呼ぶぜ。そして、ここからまだ不思議現象が続くんだ。今度は一体何が起こったの？今度は、電子を一つずつ発射して二重スリットを通る瞬間を観測器を置いて観察してみた。すると、今度はスクリーンには干渉島ではなく二つの線が浮かび上がったんだ。すると今度は波ではなくて、粒子として振る舞ったのね。つまり、観測すると電子は粒子として振る舞うようになったぜ。ミクロの世界は、観測するまで波動としてどこにいるかわからないが観測すると収束して粒子として振る舞うんだ。どうしてそんなことが起こるのかしらね。量子論では、理解しにくいが状態の共存が起こる。電子の二重スリット実験から確認されたように、これが量子の世界だと受け入れるしかないんだ。でも、現実的にそんな現象は見たことがないと思うの。確かに量子論を現実世界として考えてみると、かなり奇妙なことになってしまうな。花子さんが午後3時にケーキ屋さんにいる状態と、午後3時に和菓子屋さんにいる状態が共存するんだ。そして、花子さんを探しに行ったらケーキ屋か和菓子屋どちらかにいたとわかる。一体それって何を言っているのって感じよね。現実の私たちの世界ではそんなことは起こらないよな。だが、こういうことはミクロの量子の世界では常識となっているんだ。私たちのマクロの世界の常識は、量子の世界すなわちミクロの世界とは大きく違っているということだな。マクロとかミクロとか考えたことなかったけど、そんなことが実際起こっているなんて驚きだわ。そうだな。古典物理学においても、粒子と波は異なる性質を持ち同時に成り立つことはできないと考えられた。そうなると、
この問題を解決するために新たな理論となる量子力学が必要となったんだ。物理学と量子力学は全く違う考え方なのね。量子力学は、とても小さい世界の学問だぜ。当然目に見えないため、頭に描けるような基本イメージがないのが大きな特徴となる。確かに小さすぎて全く見えないなら、なかなかイメージしにくいわよね。だが、見えずに視覚的イメージが持てないと説明したり考えるのがとても難しくなるよな。だから、物理学者は視覚的イメージに置き換え説明をしようと頭をひねったというわけだ。そのイメージって実際正しく表現できているの？残念ながら厳密には正しくないと考えられるぜ。そのため、量子力学における現象をどう解釈するか議論が巻き起こることとなってしまった。そこで注目されたのが、コペンハーゲン解釈だな。コペンハーゲン解釈って何？コペンハーゲン解釈とは、物理学者ニールス・ボーアが主張したんだ。量子力学の観測問題に関する仮説の中では主流になっているが、他にも多数の仮説が存在している。だからこそ、研究者たちの議論が続いているということよね。ボーアは、光や電子が波と粒子の二つの性質を同時に持つ問題に関して観測の仕方に注目したぜ。つまり、波動なのか粒子なのかの性質を決定するのはどういった観測の仕方をするかだとした。どういった観測をするかってどういうことなの？観測者が波として見ようとするか、もしくは粒子として見ようとするかで性質が決定する。ここから、観測されるまで物事の状態は確定しないという考え方になっていったんだ。こう考えれば、量子が粒子と波の性質を同時に持っていることが成り立つというわけね。少し具体的な例を挙げるとわかりやすいかもな。量子力学において、電子はいくつかの異なる状態が重ね合わさっているとされるぜ。電子が波の状態であれば、電子が A にいる状態と電子が B にいる状態が重なっている。そこがまた、摩訶不思議なところよね。電子が A にいるか B にいるかよくわからないんだもの。いや、それは解釈として違っているんだ。それに、電子が A にも B にもいるということでもない。じゃあ、一体電子はどういう状態なのよ。電子が A にいるが B にいない状態と、電子が B にいるが A にいない状態が重なり合っていると考えるぜ。そしてこの重ね合わせの状態は、観測された瞬間消える。重ね合わせが消えるとどうなるの？ここで、それまでの複数の状態はなくなり観測された時に一つの状態に収斂するわけだな。そして電子はその場所に出現し観測されるということになるんだ。うむむ、わかったようなわからないような感じだわ。このコペンハーゲン解釈は確率的解釈とも呼ばれ、量子の状態が確率的にしか予測できないことになるぜ。だが、この奇抜な考え方に誰もが一様に賛同したわけではなかった。まあ、誰もがみんな納得しなかったのもうなずけるわね。コペンハーゲン解釈に大反対した大物物理学者にアインシュタインとシュレーディンガーがいたんだ。アインシュタインは、神はサイコロ遊びをしないとして確率的解釈を批判したのは有名だな。これは、神でさえ電子の位置を決められない確率解釈に疑問を抱いての発言だったとされる。あらら、神が出てくるとまたややこしいわね。そして、量子力学の基礎を築いた人物であるシュレーディンガーもコペンハーゲン解釈に反対だった。シュレーディンガーの猫は、コペンハーゲン解釈におけるパラドックスを示した思考実験として登場した。やっと、本題のシュレーディンガーの猫にたどり着くことができたのね。でも、今は量子論の前提知識があるからどこからでもかかってきてって感じよ。シュレーディンガーの猫とは、量子論における状態の共存状態をマクロな世界に持ち込む思考実験だ。この実験に登場するのは、まずは生きている状態の猫と死んでいる状態の猫ということになる。やだ、可愛い猫が死んじゃうなんてひどいわ。あくまで思考実験だから、そこはそんなリアルに想像しなくていいぜ。それから、ウランなど放射性原子と放射線検出器を準備するんだ。放射線を検出すると、振り下ろされるハンマーも忘れてはならないな。準備するものがたくさんあるわね。あとは、毒ガスを発生させる液体と中が見えない箱だぜ。放射性原子はミクロの世界を表現し、猫は私たちの世界すなわちマクロの世界を表現する。ミクロの世界は複数の状態が共存しているわけよね。そうだぜ。だから、放射性原子の原子核が崩壊していない状態と原子核が崩壊し放射線が出た状態が共存しているな。うわぁ、原子核が崩壊するかしないか重なり合っているってことなのね。すごい危険な状態でドキドキする状況だわ。ここまで準備ができたら思考実験を始めていくぜ。まず、中が見えない箱に生きた猫と放射線検出器とハンマーを入れハンマーの前に毒ガス瓶を置く。検出器が放射線を検出した途端ハンマーが毒ガス瓶を割って猫が毒に当たって死ぬ仕組みだ。やだ、猫ちゃんの運命やいかにって感じよね。そして、放射線検出器の前に放射線原子を置いたら箱を密閉すると中の様子は外から全くわからない。
原子核が崩壊しなければ猫は生き続けるし、放射線が出たら毒ガスによって猫は生き耐えるぜ。思考実験とはいえなんてかわいそうな実験なの。着目点は、状態の共存が起こっているところだな。放射線と猫の精子は直結し、箱の中は生きている猫と死んでいる猫の状態が共存していることになる。そして、その猫はどうなってしまうの？箱を開けて観測すると、猫の生きているか死んでいるかといった状態が確定するんだ。こうして観測されるまで、猫は原子核が崩壊する確率で生きているか死んでいるかの状態になるぜ。不思議な話すぎて、理解に苦しむわ。それはそうだ。私たちのマクロの世界では、生きている状態と死んでいる状態が共存している猫はいないよな。これが、ミクロとマクロの世界をつなげた思考実験で確率的解釈に基づいて起こるパラドックスだ。量子論自体は、まだ不完全ってことよね。つまり、シュレーディンガーの猫というのは、コペンハーゲン解釈を皮肉ったものとも言えるぜ。身近な出来事として考えたらおかしな理屈が、量子力学では成り立つというのは変だと指摘した。それに、これじゃあ実験材料にされた猫がたまらないわ。シュレーディンガーの猫という思考実験は、実際に実験しても意味がないんだ。というのも、この実験の争点の一つとされているのが猫の状態に関してだぜ。猫は生きてるか死んでるか重なり合っている状態よね。それがコペンハーゲン解釈だが、別の説として最初からどちらかの状態で確定されているという主張もある。しかし、実際に実験したとしてもそれがどちらなのかを判断する方法はない。どちらの説であっても箱を開けてみるまでは、猫がどうなっているかわからないものね。そうなるな。観測するまでは状態が確定しないのか、単に実際に見るまで状態がわからないのかどちらか不明だ。そもそもこれは、量子世界をマクロ世界につなげて考えることに無理があったんじゃないかしら？しかし、これは物理学者がイメージしにくい世界を視覚的に説明する努力の賜物として評価できるぜ。シュレーディンガーの猫はコペンハーゲン解釈を皮肉る意図だったが、逆にそれに関心が集まった。猫の可愛さが難しくて難解な理論をとっつきやすくしてくれたってことよね。シュレーディンガーの思惑とは無楽になったが、量子世界のわかりやすい解説として注目されたんだ。結局、パラドックスはチューブラリンのまま未解決で放置されているのかしら？その後、観測した瞬間に状態が決まるのか、それとも最初から状態が決まっているか決着がついた。物理学者ジョン・スチュワート・ベルがそれに対する検証のための実験方法を発見したぜ。すでに量子力学の観測問題は解決していたのね。ベルは、シュレーディンガーの猫の箱の蓋を隙間から覗いて状態を確かめる方法を発見したな。そしてベルの定理により確認した観測結果をもとに物理学者アラン・アスペが実験を行ったんだ。それで結局何が正しかったの？観測した瞬間に状態が決定されるというコペンハーゲン解釈が正しいと証明されたぜ。それによって、シュレーディンガーの猫が再び注目されるようになったというわけだな。だから、最近よくシュレーディンガーの猫という言葉を聞くようになったのね。ちなみに、量子論の解釈というのはコペンハーゲン解釈しかないわけではないんだ。量子力学の観測問題の解釈として有力な説には、エベレットの多世界解釈という仮説がある。多世界解釈ってどんなものなの？多世界解釈は、ヒュー・エベレット3世による説でこの現実世界と別の世界が多数存在するとした、いわゆるパラレルワールドと呼ばれる世界だな。いきなりパラレルワールドって、それって SF とか映画だけの世界じゃないの？パラレルワールドと聞いたら現実からかけ離れてしまう印象があっても無理はないぜ。だが、多世界解釈では量子論をパラレルワールドの分岐と考えたんだ。これはシュレーディンガーの猫で言えばどうなるの？シュレーディンガーの猫で説明するなら、猫が生きている世界と猫が死ぬ世界に分岐する。つまり、状態は観測者や周りの世界ごとに世界が分かれて同時進行していくことになるな。猫が生きている状態と死んでいる状態が共存しているところまでは一緒なのね。そうだぜ。そして、観測された瞬間に猫が生きている世界と猫が死んでしまった世界が存在することになるぜ。両方の世界が同じように同時に続いていくわけね。この二つの世界には、特に関係は生まれずに全てが同時に存在していくんだ。つまり分岐した世界同士は、一切相互作用がなく互いにその存在を知ることはないとされる。多世界解釈もコペンハーゲン解釈に負けずまか不思議な世界を説明しているのね。とんでもない理論に見えるこの多世界解釈も多くの物理学者から支持を得ているぜ。有名物理学者のスティーブン・ホーキング博士も多世界解釈に対して好意的だったんだ。もう考えていると何がなんだかわからなくなってきそうだわ。とはいえ、現時点の標準的な解釈はコペンハーゲン解釈となっている。こうした量子の複数の状態を同時に取れる性質をうまく応用して作られたのが量子コンピューターだぜ。量子力学の法則を利用した量子コンピューターは従来型のコンピューターに比べ異次元の計算能力を持つ。
量子コンピューターってそんなにすごいの？量子コンピューターはまだ発展途上とされるが、今後は様々な分野で応用が期待されているな。画期的な新薬の開発や、安価で長持ちするバッテリー、人工光合成や食料増産など実に将来有望だ。今後の本格的な量子コンピューターの活躍が本当に楽しみよね。今回は、シュレーディンガーの猫について解説したぜ。シュレーディンガーの猫が、難しい量子世界を説明する思考実験だったなんて驚いたわね。むしろ、シュレーディンガーさんちの猫のことだと思っていたのは霊夢くらいだと思うがな。シュレーディンガーの猫って物理の分野を超えてそんな有名だったのね。量子力学については近年かなり注目されてきているからな。今後の量子コンピューターの活躍もとても楽しみよね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。